典型的なタッパーウェアタッパーウェアは、米国の連鎖販売取引、企業タッパーウェアブランズコーポレーションのこと、または、同社が製造している、プラスチック容器のこと。タッパーという名称は、同社の創始者 R、サイラスタッパーの名に由来し、タッパーやタッパーウェアという名称は、同社が製造しているプラスチック製の容器の商品名として、商標登録されている。 したがって、同社以外のプラスチック製の密閉容器全般をタッパーやタッパなどと呼ぶことは厳密に言えば正しくないが一般にはしばしばそのようにも用いられる。1980年代後半に日本でタッパーと呼べるのはタッパーウェアだけのメッセージを添えたテレビ CM が流れていた。 アメリカで生まれたタッパーウェア社は1963年に日本での販売を開始したが、その際にはアメリカで行っていたのと同様のホームパーティー商法がそのまま導入され、密閉性が高いという評判とアメリカ風の生活への憧れを演出しながら広めるという手法を取った。例えば大卒の初任給が1万5千円程度の、 当時、直径17センチメートルのボール6個セットが1360円と、高価で、価格面でも高級感が演出された。また、ホームパーティー方式自体も、共同体意識が急速に薄れつつあった、当時の都市部での近所付き合いの機会として、確実に広がった。さらに、開演制の販売方法をとり、紹介者の多さによっては臨卒を増やすという、システムも導入している。 各地区の家庭ごとのホームパーティーを末端組織とし、メンバーやディーラーといった組織における立場ごとに異なる割引率が設定されている。またそれらを集めたアセンブリと呼ばれる講習会を開いている。台所のみならず家中の多くの器具をタッパーで埋め尽くすような利用者のことをエレガンスと呼ぶなどしてタッパーウェアブランドの浸透を図った。このような連鎖販売取引の販売方法は いわゆるマルチ商法まがいであるという批判も多い。かつて TBS 系クイズ100人に聞きましたのスポンサーだった時期があり、予選会出場者に特製タッパーウェアを記念品として配布していた。タッパーウェア社のカタログと製品の一例製品の多くは食品用の密閉容器やピッチャーその他のキッチン用品である。製品に起因する破損等が起きた場合には、 無償で交換するアフターサービスを行っている。ただし、取扱い不注意、製品の経年劣化等、いくつかの無償交換対象にならない条件がある。ありがとうございます。